間に合った。いや、あのね、30分からショールームを始めようってもう決めてて、それでそれまでにお風呂を完了させねばって思ったら、お風呂に入る気力が出てきて、そう、そのために頑張った。だからちょっと髪の毛がすごい半乾きなんだけど、あっちっちだよ、もうお風呂熱すぎにしちゃった。そう、このショールームに合わせるというね。配信見てよ、さっきの見てくれてた？そうなんです、さっきまで東北未来元気クッキングっていう配信に出させてもらってて、ヨコと一緒に出てたんだけど、そこでドリアとサラダを、東北の食材を使ってやってきました。そうだね、いろいろ美味しい配信だったね。でもやっぱさ、ま、今回はあれだ、あの東北の番組に出させてもらっててだからさ、もう全部東北のものだったからさ、本当に全部美味しくってたくさん持ち帰ってきたぐらいなんだけど、 SNS で発信するときにさ、あんまりこれ私お仕事ではあったけど、こんなに東北最高って言っちゃっていいのかっていう大使だしさ、なんか大丈夫かなって、なんか県庁の人とかに、こいつろくに茨城の食べ物の宣伝してないのに東北のなんか行ってるぞって思われちゃうんじゃないかなと思って、そうだから一応ね、大使であるよっていうことも忘れていないよっていう文章を一言だけ添えてそう、大丈夫かなってちょっとだけ心配になっちゃって、そう、帰ってないからさ、私もしばらく、そうだからちょっといろいろさ探して言わないやっていうね。そうなのよ、いやいや心配するよそう、まあ、今日はね関東メンバーなんですけれど、そういう配信出させてもらって、なんかいろいろね持ち帰ってきた。チーズは本当にね大量にいただいて、あの配信の中でさ使ってたあのモッツァレラチーズの元になるあの細かいチーズもたくさんもらってきたし、あとはナチュラルチーズもたくさんもらったし、クリームチーズとかもそうたくさん。自分で買うとやっぱチーズって高いじゃない。でそれも大量にもらったから、イエイエイっていう、嬉しかった。あとね、シャインマスカットももらっちゃった。シャインマスカットとあの緑のぶ緑緑間違った、普通の紫の大きい、あっちなんていう名前か忘れちゃったんだけど、あとマッシュルームとかブロッコリーとか、あとお花ももらったから、もうすごい今日荷物さ、どっちも両手塞がっちゃうぐらいたくさんさもらってきちゃった。幸せ。あーそれ、ピオーネピオーネっていうのね。今まで普通にブドウって呼んでたから、そんなおしゃれな言い方するの知らなかった。ピオーネっていうのね。明日には忘れてさ、たくさんもらいました。あとなんかもらったっけかな。汗がすごいのよ、さっきまでお湯に浸かってたから急いでさ、やばい30分になっちゃうと思ってパックもして、
でコーヒー飲み始めた、昨日言ってたやつ、あのね、何かの撮影の時にぜひぜひ持ち帰ってくださいって言われていた、言われて持ち帰ってきたんだけど、その昨日載せたツイッターに載せたコーヒーのドリンクで、なんかコーヒー飲まないなと思いながらもありがたくいただきまして、あれね結構前なんだよね、ほんと 2,3 ヶ月前ぐらいにもらったやつなんだけど、それをねずっと冷蔵庫にしまっておいて、なんかでさ喉乾いたと思って冷蔵庫に何もなくて、でもそれだけのあって、飲んでみるかと思って飲んでみたら、自分が思ってた以上にめちゃめちゃ美味しくって、でもやっぱ一番はやっぱりね香り、こううんって嗅いでる時が一番いいかも。飲んだら意外とあの香りってまた違う感じだよね、すっごくなんかなんだろう、自分が以前飲んだやつはなんだったんだろう、あれ、そうだからコーヒーでもいろんな種類があったりいろんな苦さがあるからさ、今もあるよここに、じゃーん、香りがいい、鼻から抜くんで、あーなるほどね、もう香りが好き、だから飲まなくても香りがいいよね、こうやってるのが好き、コーヒー苦手、いや私もずっとそうだったの、ずっとそうで、ゆいゆいとかもコーヒー最近好きなんだって言ってるの嘘だろうってすごい思ってたんだけど、そうびっくり、でもまだ熱いのはね飲んだことないかも、冷たいのが好き、でこれはあれなんだよね、ブラックコーヒー、なんか水が何度かかんとかって、あでも鼻からそのさっき言ってさ鼻からみたいなやつはちょっと苦いかも、私なんか香りをこうやってお普通にういって飲むのがいいかもしれない、ちょっと次すぎたかもしれない、ちょっとやっぱねちょっと苦いかもこれくらいの量でチビチビ飲むのが、だってあれだよね、コーヒーってそんなさコーラとかああいう飲み物みたいにグビグビ飲むものじゃないよね、じゃなんかねあのね、あーコーヒー飲みたいっていう感じじゃなくて、あ香りがいいなーって飲んでるのが好き、でもともとそういうものなのかな、いやーいいですね、なんか嬉しい、今までずっとこう選ばなかったから 何か飲みたいって思った時に、いや勇気を出して飲んでよかった、ガブガブ飲む、そうなの、すごいね、私はまだちょっとねそういうグビグビにはちょっといけないな、夏グビグビいっちゃう、そうなんだ、そう飲み物の選択肢が増えたのいいね、頭さすがにボサボサになってきた、うわーすごいやばい、すごいびちょびちょ、チーズケーキのドリンク、美味しかった、からあれもさ紅茶とコーヒー2つ、ね、選べたから、まあ、横が選ばせてくれたんだけど大人げな私コーヒーの方を選んだ、美味しかったよ、みのりカフェって言ったかな、なんかイベントでねそっちの方面行けたらねあるといいね、甘いケーキに苦いコーヒー、あー私普通に今までケーキと冷たい飲み物選んじゃってた、紅茶もねいいけどね、先生の作ったお料理どうしたの、
あれ先生ってどうしてた、配信の時食べてた？食べてなかったかな。スタッフさんがあの配信終わった後にがっついてたよ美味しかった。食べてなかったから言ってたのか。ほんと？バスチーニもコーヒー合う？じゃあ今度行った時コーヒー勇気出して頼んでみようかな。でも難しい、お店でコーヒー狙うのじゃない。今コメントに狙うって書いてあるから釣られて読んじゃったコーヒー頼むのね。なんていうコーヒーをさ頼めばいいんだろう。エスプレッソとかなんかあるじゃない。そうお店ってすごいあるじゃん。どんなコーヒーを私は頼めばいいんだろう。アイスコーヒーがあったらそれを頼めばいいのかな。スナイガーや、間違っちゃったのアイスコーヒーか。でさあれブレンドエスペス、なんかその辺よくわかんない。じゃあアイスコーヒーにしてみよう。なんか砂糖とかミルクとかはさそれでついてくるのかな。なんかおしゃれなお店だとさ机にこう砂糖のなんかケースのみたいなの中に入ってたりするけど、どうなんだろう。マナインかい香りがね、怖こわ。もう何分かな。怪しい飲み物みたいな。そうか。でも眠れなく、そうなの？でも大丈夫、今眠いから。ああカフェインとかね全然気にしたことないよ。やばいのかな。でも飲んじゃう。いや明日学園祭ですか？そうなんです、明日はい学園祭にさせていただきます。東洋学園大学フェニックス祭という。嬉しい、読んでいただいて。自分的にはちょっと久しぶり、あでも久しぶりでもないかな。楽しみ、披露するのが楽しみな曲もあるので、みんなも見れるよね。確か無料でっていう感じでしたので、ぜひぜひ16時から。うん見られると思われる。メンツがそうね、お代理と下尾くんと一緒だよ、3人で。イエイ。何のアプリ見る？あーちょっと待って、それ後で私もちょっとあれで SNS でなんか貼っつけるね。ちょっと待ってて。夜歌うしな。そうだね、その3人だ、生徒会のお3人ですね。ここの人長くないし、確かにちょっとお仲間同士でちょっと、もし分かっててお友達ここにいたらみんなで教え合って、私ももちろんあの後で言うんですけど。化粧水何使ってるの？私はもうなんか化粧水ってよりかは最近はもうパックやって保湿クリームやって終わりっていう適当。
学園祭ね、久しぶりだよ。でも明日はあの配信なので、目の前には学生さんがたくさんいらっしゃるっていう環境ではないんだけど、あ、東洋学園の YouTube だった気がって言ってる。ねえ、確かにそうね、秋って感じするね。お母さんへの学校かもうこの3人だからもうそうなっちゃうよね。あ、YouTube っぽいよ、 YouTube だって。とりあえず何か新しくアプリをインストールしなきゃっていうことにはならなそう。昔 お茶の水女子大学の学園祭、そう、あるよあるよ、懐かしい。あれも3人だったよね、みんなが写真撮ってくれたやつ。撮ってあるよ今も。A との一緒のやつだよね。マイムマイム、マイムマイムってなんだろう、なんだろうって言ってる時点で多分しないなんでしょう、マイムマイムって。あ、なんか懐かしいって言ってくれてる人がいて嬉しいな。いやいや明日はあのあれですよ、あの AKB の衣装で行きますよ。アーカイブはない、ないって言われた気がする。みんちゃんがみんな来てくれてヘルプって言ってたやつだから怖かったの、本当になんかそれ言ったのを覚えてる気がする。不安だった、なんかアウェーじゃねって、まあ、いつもアウェーなところで勝負しろやって話なんだけどね、え、ほんといつもファンの方がいてくれるからさ、温かく迎えてもらえてるけど怖くて来てってみんなに言ったの覚えてる。私もお肌ツルツル、あ、嬉しい。まあでもお風呂上がりだからかもね、ツルツルってよりただ濡れてるだけなんだよね。前も前もみんなで手をつないで踊る、手をつないで回る、なんだそれ、ミッドサマー思い出しちゃう。アバターゲットしたよ。うん、なんかやってるの今。アバター、私のなんか、私の名前にな、そんなものが、あ、矢印でこれこれってやつ、ああそんなのがあるんだ、すごいね。いくらお金かからないか、え、どうやったらゲットできるんだ。私もずっとさ、あのピカチュウのさアバターが配られてた時あったじゃない、それを気に入ってピカチュウにしてたの、なんかいつの間にか終わっちゃってて、そしたらなんか身ぐるみ剥がされて普通の男の子のなんかアバターになっちゃった。他のなんかメンバーのところでなんかコメントしたら、あれって、でピカチュウになってたはずだったのに、なんか脱がされてると思ってショックだった。あー、初期アバター、ずっとピカチュウが良かったな。
間限定だったんだね。そうだから私普通の男の子のアバターだからコメントしてもなかなか気づかれない。みんながさ、りんちゃんがコメントしてるよって言ってくれてそれで気づいてもらえるんだけど、味方がいない時にコメントしたら本当に全然気づいてもらえない。この間わがっちょがショールームやってて、それでコメント1個だけしたら全然気づいてもらえなくて挫折した。ダメでした。やっぱ自分が作った自分だけのアバターって欲しいよね。作らせてもらえない、いや前から言ってるけどなかなか私が実行に移してないだけで、行ってみたら意外と作れるものなのかな。全然減らないや。どうしよう、なんかミルクとかさ買っちゃおっかな、コーヒー用の砂糖とか。でも入れたら香り変わっちゃうかな。氷入れすぎてすごい水滴が。そう、これ無糖。最近の飲み物はね、アップルタイザー、サイダーじゃないタイザーって書いてあった気がする、とコカ・コーラ健康なんかイエイって言ってる。知らない、こういうマークがついてるプラスなんとかマーク、なんだっけ、漢字がいっぱいで忘れてしまった、出てこい。ちょっと足が映ってないから分かりにくいかもしれないけど、それ特保、笑わないでよ、私は一生懸命なんだ。特保マークがついてるから飲んでも大丈夫しようと思ってる。そうそうそう、白いラベルのやつ、特定保健用食品、長いから覚えられない。炭酸好き、笑うな、私は真面目に今説明したんだ。体で表すと初めて見た。逆にみんなこれどうやって表現してるの、名前が出てこなかった時どうやってさ人に伝えようとする、やっぱこれじゃない。あと2分でもお休みって言われちゃうんだ私。もっとかまってよとか何言ってんの。早いお休みっていうのが、しゃあ明日頑張るぜ、明日朝早いんだ、朝早い時間からリハーサルなんでね、頑張ります。頑張る。今日はもうお風呂上がってるからもう余裕だよね。何がって、何が余裕なんだ。なので明日のちょっと復習予習がイライラして頑張ります。今日はラジオいたしません。頑張ります。じゃあね皆さん、じゃあ明日の配信でお会いしましょう。頑張ってきます。もう切れるかな。
今日は配信見てくれてありがとう、2つとも2回もやっちゃったね。じゃあね、休み。参ります。いらっしゃいませ。